眠れるラジオ。褒めてほしいのコーナー。こんなに頑張ってるのに誰も褒めてくれないなとか、褒めてはほしいけど人に言うほどでもないなとか、そんな出来事を送ってください。僕があなたのこと最大限褒めさせていただきますと、いうコーナーになっております。行きましょう。東京都住まいのラジオネーム金髪眉毛さん、こんばんは。中二女子です。私はバレエを週に5回習っています。塾は週に2回です。本当に忙しくて遊ぶ時間がありません。それでも私は進んで学校の代表、委員長や部長をやっていますし、バレエは毎回夜の10時までありますが、その後に勉強しています。自分で言うのもなんですが、すごく頑張ってると思います。こんな私を褒めてください。追記、3月28日にコンクールがあり、4月29日に発表会があります。何か応援していただけたら嬉しいです。ガスケツさんも頑張ってください。すまんね、半年遅れましたこれ3月のお便りなんで、もう11月ですからね。だいぶ経っちゃったし、発表会もうとっくに終わってるかと思うんですけど、中3になってもう今受験真っ只中かな、金髪眉毛さん。そんな感じで10時までバレエの練習ね。バレエの練習、踊りの方ね、これ、うん、はあ。いやでもなんかバレエやってる人ってさ、イントネーションが、バレエやってる人ってそのなんか日常生活の所作でさ、経験者だなって分かっちゃうらしいね。なんかスッと立つ時とか歩き方とかがもうバレエ感満載で、すごい綺麗なんだってね。姿勢もいいしみたいな、なんかめっちゃいいよね。いや羨ましい。僕はあの歩き方がちょっとあの陰のオーラを放ちすぎてるせいか、あのまあよく宗教勧誘を受けてましたね。今の生活に満足してますかみたいな、3、4回声かけられてる、満足してなさそうに見えたんでしょうね割と大学生活楽しんでたんですけどね、そんなこともありましたね。いやそのバレエ経験者のね、その綺麗な所作とかね、あとなんかこうダンスのさ基礎も結構やっぱバレエ経験者すごいみたいな言うから、なんか羨ましいなと思います。僕あのダンスを社会人になってからちょっとだけ習わせてもらったことがあるけど、やっぱ全然できなかったんで、ね、そういった面でもね、なんか素晴らしいなと。夜10時までってまあだいぶブラックだねよく頑張ってるね、それで勉強もしてるんだもんね。いやぜひね、高校行ってからも頑張っていただきたいですけど、はい、ありがとうございます。次行きましょう。熊本県お住まいのラジオネーム、ないね、ガスケツさんこんばんは。4月から高3になる私は公立高校から通信制の高校へ転学することを決めました。今まで高校に、通信に通う選択は何度も頭にはあったのですが、その度に大丈夫、まだできると言い聞かせてきました。しかし今年に入って全く頑張ることができず、自分を守るため、好きになるため決意しました。今の自分の選択が正しいのか不安でいっぱいです。褒められるようなことは何もしてないのですが、ガスケツさんの一言があれば春から頑張れそうなのでおねだりします。眠れない夜はガスケツさんの楽しいラジオで元気をもらってます。これからも楽しみにしてます。はーいね。いやなかなか大きな決断だと思いますよ。こりゃいや同じ立場だったらだいぶ不安だろうなと、容易に想像ができるなるほどね。いやいやいや、まあ、褒められるようなことは何もしていないのですがということだけど、まあね、自分がね今までちょっと頑張ることができなかったけども、これから少しでも頑張れる自分になれるようにっていうね、ことで、まあ、その決断をね本当にすごいし偉いと思います。その前向き、少しでも前向きになれるようにっていうね、そうです。皆さん、今頑張れなくてもいいんです。このあと少しでも頑張れる自分になれるようにね、頑張らない時期があってもいいんですよ。そうです、そういうことなんです、いやいやいや、
もう今あれだよね、新しい学校で頑張ってるっていうことかな。うん、まあこれ3月のお便りなんでね遅れて申し訳ないですけど、うん、お疲れ様です。またね、お便り送っていただければなと思います。はい、ありがとうございます。次行きましょう。秋田県ビビコさんですね。私は会社が閉鎖することになり、12年勤めていた仕事を辞めることにしました。新しい会社が引き継いで、従業員みんな行けることになっていましたが、心機一転新しい会社に勤めました。一から覚えるのは正直大変ですが、いろんな経験が役に立っています。新しい世界に飛び込むのは大変です。生活のためと割り切っていてもやっぱり大変です。誰も褒めてくれないので、ぜひ褒めてください。うん、いやー、2年勤めた会社辞めるのですら結構勇気いったからね。だからそれで言うと12年ってまあなかなかね、12年学んだこと、まあ次の会社でも通用することもあれば通用しないこともあるし、もしかしたら次の会社では全部通用しない可能性もあるしみたいなね。いやどうしよう、次の会社で今までやってきたこと全部否定されちゃったりしたらみたいな不安もあったと思いますけど、まあでもうまくやってらっしゃるということでね。いやすごい素晴らしいじゃないですか。うん、まあそろそろだいぶ慣れてきてる頃ですか。まあ、引き続きね、頑張りすぎず頑張っていただければなと思います。では次のお便りいきますか。お住まい書いてない、ラジオネームレピシさんですね。こんばんは、ガスケツさん。いつも眠れない時にお世話になっております。私は中学生女子なのですが、先日母が風邪で熱を出し寝込んでしまいました。私は家のことは母に任せっきりだったので、掃除、洗濯、炊事などとても大変で、母の凄さを改めて知りました。特に大変だったのが炊事です。私には父と弟がいます。自分の分だけなら好きにできるのですが、二人の分も考えないといけません。栄養、量、味付けなど考えることが多すぎて脳みそフル回転でした。あと時々母がやってくるので、その際には食べやすく消化にいい雑炊やうどんを炊いたりなどもしていました。しかし今の時代、すごいことにネットで調べればたくさんのレシピが出てきます。私はたくさん調べて、栄養がたくさん、普段こんなこと全くしない私がこんなにもできるなんて自分でもかなり驚きました。母はたくさん褒めてくれましたが、まだ足りません。ガスケツさん、慣れないことをして3人の身の回りのお世話をしたことを褒めてください。ガスケツさんも本当に体には気をつけてくださいねと。はい、ありがとうございます。いやそうなのよ。この一人分だったらさ、なんかね、肉野菜炒めバーンと作ってさ、もうそれご飯にバーン乗っけて肉丼だみたいなさね、もう好きな味付けにしてみたいな、なできるけど、やっぱお母さんすごいなって思うのは、こう家族全員分の料理さ、ちゃんと主食、主菜、副菜までさ作りやがるじゃない、あいつらすごいよね。いやもう無理だ、あんな大変なね、こっち痛めてる間にあっち切ってみたいなさ、どういうマルチタスク脳してんのあいつらママたち、あいつらどうなってんのよっていうね。いやいや、こんなね、こんなテキパキ作った料理がね、うまいわけないっつって食べるとめっちゃうまい、ね、俺がシングルタスクでさ、一個の料理、こう一個のおかずをこう集中して作ったやつより全然美味しい、ね、すげえなってね、まあ、寝込んじゃった時とかね、あと一人暮らし始めて自分でねこう自炊してみてっていうのを経てね、母の偉大さがこう分かってくるってのはありますよね。うん、はい、まあその中でね、レピシさんね、もう中学生だったけど結構いい感じにできたっていうことでな、すごいな、いいお母さんになれそうだな。うん、なるほどね。はい、ありがとうございます。そんな感じかな。もう一個ぐらい読むか。もう一個いきます。大阪府お住まいのラジオネームはんちゃんさんですね。ガスケツさんこんばんは。初めてのお便り失礼します。私は教材を作る仕事をしているのですが、最近毎日残業続きで、在宅持ち帰りで深夜まで作業する日が続いていました。さらに資格の試験もあり、
その両立のため毎日4時間睡眠できたらいい方でした。それに合わせて友達と言い合いをしたり、家族と大喧嘩をしたりして、そのためストレスのせいで皮膚疾患が出てしまい、現在もかなり辛い状況です。眠いのに眠れない日も続き、癒しがガスケツさんのラジオだけでした。私かなり頑張ってますよね。今心がかなり痛んでますので、よろしかったらかなり最大に褒めてください。教材を作る仕事は、だからあれだよね、これ3月のお便り、3月の終わり頃のねお便りなんで、まあ今一番頑張んなきゃいけないっちゅうことですよね。4月の新入生が入ってきたら、いっぱいその教材使われるから今頑張んないとっていうことなのかな。大変ですねそれはね。で睡眠不足で、ね、友達と言い合い、家族と大喧嘩、これはね睡眠不足が原因ですね多分。はんちゃんさん非常にイライラしてらっしゃるね、そうなんですよ。寝ない、人間ね寝ないとイライラするんですよ。これは本当に僕実感しました先週。僕寝る時間だけはねちゃんと取るんですよ。7、8時間毎日寝てたんだけど、先週忙しくてね、それこそ4時間5時間の睡眠で働いてたんですけど、まあイライラしますね、なんかほんとちょっとのことで。なのでね、やっぱ睡眠不足は本当敵なんでね、皆さんもねできるだけ睡眠時間を取りましょうね。人間関係のトラブルにもつながりますから、なるほどな。いやしんどいっすねそれはね。今もう寝れてます、はんちゃんは。まあ、寝れてるといいな。まあ、今のうちにね、そのもうあと 3,4 ヶ月後にはねまたこの忙しい時期来ちゃうかと思うんでね、それに向けていっぱい寝てくれ、俺のラジオ聞いていっぱい寝てくれ。まあとにもかくにもね、睡眠時間少ない中でよく頑張りました、お疲れ様でございました。ということで、褒めてほしいのコーナー以上となりまして、眠れるラジオスタートです。ガスケツの眠れるラジオ、皆さんこんばんは。そしておやすみなさい、眠れるラジオガスケツです。このラジオはよく眠くなると言われる僕の声、そしてヒーリング音楽一緒に聴いていただき、気持ちよく寝落ちしていただこう、そんなコンセプトでお送りしております。今日も聴いていただきありがとうございます。このラジオで寝落ちできた方ね、ぜひ明日も聴きに来ていただければ非常に嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、ちゅうことで、なんかさっき母親から LINE が来て、なんか BTS のジンくんのね、アルバム買ったんだって。そしたら、シールがついてきて、それがポケモンパンのシールみたいで、面白かったみたいな、なんか変な LINE が来てたんですけど、そうだねって、面白いねって返したんだけど、これ本当にキャーキャーじゃないんですかね。これキャーキャーですよね、これね。うちの母親はしきりに私はキャーキャーではないと、主張するんですけど、これはキャーキャー、キャーキャーですはい、ということで、ここ最近の出来事で言うと、もう今週はもうクソほどっていう表現もあれですけど、本当に脳みそ溶けるぐらい寝まくった1週間でしたね。そろそろね、ちょっと休みすぎた感があるので、再始動します。今日からは、ちゃんと働く。はい。そんな感じでね、まあ、心機一転また頑張っていけたらなと思うんですが、さあ、先週のコメント欄でも読んでいきましょう。坂湯さんですとかね、ちょうど同じくすさんでたのでガスケツさんの声に眠りたい気持ちと一緒に晩酌したい気持ちがせめぎ合いました。お疲れ様です。晩酌会やったらそれはそれで嬉しい、晩酌会やるか晩酌会やるか、いつかね。もうベロでもね、ほんとベロ、なんか酒飲みながら録音すると言わんでいいこと言い出すんですよ僕は。なんか面白いと思って。だとセキュリティも結構ガバガバになるんですよ。最寄りの駅行ったりとか。
ちなみに先週のラジオはあ、これ流せないなって思う部分が次の日聞き直したらいっぱい出てきたんで結構消してます。やばいよね。そうなんだよね。ちょっとね、酔っ払うと良くないんです、僕は。本当に、まあでもね、酒飲みながら話すのは楽しいからね、いつかやりたいですけどね。としみいこさん、ガスケツさん、こんばんは、お疲れ様です。我が家は私が片付けができません。私もよく物を出しっぱなしにしてよく忘れてしまいますが、夫が知らない間に片付けてくれています。私は洗い物や洗濯、お風呂掃除、ゴミ出しなどをしています。夫に話を聞くと、過去に同棲してた方がまめに掃除をしていて神経質すぎてしんどかったとのこと。片付けができない私が嫌にならないのかを聞くと、他のことをいろいろやってくれてるし嫌にはならないとのことでした。できることをしてくれたらいいとのことでした。ああ、いい旦那様ですね。いやでも、まあでもこういう感じの人がね、こう長続きするというか。まあそうか、片付けすぎもちょっと嫌だなみたいなことなんですね。なるほど。まあ先週僕がね、あんまりこう片付けをしないというか、汚れててもあんま気になんなくなっちゃうみたいなことを言ったんですけど、ちょうどね、今週は僕お休みで、お休みウィークにしてたので、部屋をね一気に片付けまして、今だいぶ綺麗です、今は。本当に、あ、俺こんないい部屋住んでたんだって思うぐらい綺麗な感じにねなってますけど、そう、僕は結構汚くなってから一気に綺麗にする、時間ができたらこう一気に片付けるみたいなタイプなんでね。そうですね。だから補い合いながら、めっちゃ言いづらいな、補い合いながら、ね、生きていけるとね、いい夫婦生活を送れるのかな。ナイアガラで補い合いながら、新しい早口言葉考えたんで、皆さんチャレンジしてください。ナイアガラで補い合い、ナイアガラで補い合いながら、ナイアガラで補い合いながら、意外と言えるかも。はい、ということで、その他にもですね、ハルさん、マヤスギサキさん、ユウさん、ハッピーブルさん、ジャスミンちゃんさん、サカユさん、モフカフェスさん、ミドリカエルさん、スラッシュファイフさん、トリさん、佐藤さん、イチさん、ボーイスイートさん、シュートラさん、大沢さん、ミセス羊さん、あ、シリウスの星のかけらの女の子さん、スーパーサンクス、ありがとうございます。スーパーサンクスをくれた方には、金額に応じてその人の名前を複数回読むというのをやっております。シリウスの星のかけらの女の子さん。シリウスの星のかけらの女の子さん。シリウスの星のかけらの女の子さん。ね。シリウスのね、星のね、かけらの、ね、女の子さん。ね。まあ、シリウスのね、星のかけらの女の子さんが、シリウスの星のかけらの女の子さんっていうことでね。スーパーサンクスありがとうございます。柴田さん、ハンジャラケ太郎さん、ナオニ46さん、HS さん、としみこさん、インコさん、エミリーさん、サンフラッシュ A、ゴールキーパーヒカイさん、ヒーローチャンネルさん、ノーノーさんか、カカさん、ウリムさん、アカツキング TV、1101さん、コメントありがとうございました。番組ではあなたのお便りをお待ちしております。お便りは概要欄に貼ったるお便りフォームから送ってください。募集しているコーナーもね、その中にいくつありますので、読んで送っていただければなと思います。はい。はい。コメントテーマを設定しようかなと思ったけど、いや、いいや。はい。そんな感じで、しばらくヒーリング音楽をお聴きください。
い、ということでね、ぼちぼちお話しさせていただきますけれども、大丈夫でしょうか。今寝てる人を起こさないように静かに静かに話し始めるということをね、願ってるわけですけど、いやちょっとね、後悔してることがありまして、昨日ね、バス乗っててさ、椅子に座ったのよ。優先席じゃない、普通の、普通の席に座ってて、で俺が乗った時はそんなに混んでなかったバスがさ、やっぱこうね、バスも走っていくうちにこう混んできて、でそんな時に子供を抱えた、赤ちゃん抱えたお母さんが乗ってきたので、俺最初気づかなくて、ちょっとこうもう半分寝てたの、半分寝てて、でパッと目覚めたら横にいて、あどうしようこれ席譲ろうと思ったんだけど、あ座りますって聞いちゃったの。そしたらそのお母さんもなんか、あ大丈夫ですって、いや絶対大丈夫じゃないんだけど、俺が座りますって聞いちゃったから、それ気使うじゃない相手も、だから大丈夫ですってなっちゃったんだけど、多分本当は座りたかったろうし、あどうぞだよね多分正解は。でも一回大丈夫ですって断られちゃったから、なんかそっから立つのもなみたいな感じで、まあ結局二つ先のバス停で俺は降りたんだけど、それがずっと引っかかっててね、なんかあーミスったなみたいな、なんかあと YouTube のさ、ストーリー機能じゃなくて、なんだっけ、ショートか、ショートをちょっと見てた時に、なんかカップルの YouTuber、 カップル系 YouTuber がいて、なんかそのドライブ中の2人の姿をね、こう撮ってんのよ、フロントのとこから。で女の子が、ねえ今日お泊まりするって聞くの。それに対して男の子が、するしたいのって返してんの、疑問形でね。だからそう聞くもんだから、女の子はいや別にどっちでもいいけどみたいな感じになっちゃってる。でこれが結構コメント欄で叩かれてて、いや男その返し方は違うだろうみたいな。いやきっと女の子もちょっと勇気出して誘ったと思うんだけど、だから男の答えとしては、しよっかとか、あいいねとか、が正解なんだろうけど、これは俺も言っちゃうよね多分同じように、するとかしたいのとか聞いちゃうと思う多分。なんか委ねちゃうんだよな相手にな、何でもこっちは気使ってるつもりなんだけど、それがあんまり良くないっていう場合もねあるわけですよね。だから服どっちがいいと思うっていう質問も俺超苦手、あれ答えんの、リアルにどっちも可愛いと思うよって思っちゃう。でさ、でいやこっちの方がいいと思うって言ったとて別の方買ったりするじゃんあいつら苦手だよね、てかよ全然関係ねえ話になってくけどよ、男は髪を切ったの気づかねえとかね、ネイルを変えたのにも気づかねえみたいな、だから男はダメなんだみたいな言い方してる TikTok を俺は見てしまったんだけど昨日。それはねこっちにも言い分ありますよって話、俺あれ本当に主張本当マジで意味がわからない。そもそも言うと、我々男性は髪を切ったりしたことに対して別に気づかれたいっていう欲を持ち合わせてないんですよ我々からすると。ここに俺大きな隔たりがあると思う。いやもちろんね、今までロングだった子がいきなりバサッと切って短くなったとかだったら我々も反応しますよそれは。あと髪の色めっちゃ変わったとかね、あなんか髪の色変わってる、あめっちゃいいじゃんってそれはなるんだけど、そんなさ胸ぐらいまであった髪を肩のところぐらいまで切りましたとかさ、前髪ちょっと切り方変えましたとかさ、そんぐらいじゃ我々は反応しませんって。いや胸から肩は結構気づくから、なんかもっとほんともっとさ、しょうもないカットの時あるじゃん、しょうもないって言うとあれだけど、
ちょっと女性の悪口みたいになっちゃいましたけど、いや、じゃあ俺が言いたいのは、それで否定をするのはやめてくれって言ってんの。男の鈍感な部分を否定はしないでくれって。もうそれはしゃあないよねっていう。我々も頑張って気づくように努力しますから、どうかこちらのねことも理解してくれよっていう、と思うんですけどね。まあ、こういうのはね、お互い歩み寄りが大事ですからね。隔たりをなくしたいですよね。さあ、東京都きのこさん、ふつおた、はじめまして。最近寝れなくて探していたら見つけて毎日拝聴させてもらってます。いきなりですが、ガスケツさんは小学校の頃お小遣いは月にいくらでしたか？またお年玉をもらったりすることありましたか？自分は今小学6年生でもうすぐ中学生になるところです。もう中学生ですね、彼は。親からお小遣いは月約1000円をもらっているものの、おばあちゃんなどからのお年玉などは一銭ももらえません。親に理由を聞いても、お小遣いの中に含まれているからなど意味不明なことを言われて終わってしまいます。友達はお年玉を使って映画を見に行ったりしていて、とても羨ましいです。そこでガスケツさんのお小遣いエピソードをお聞きしたいです。これからも応援してます。お小遣いは小6、俺も小6は1000円じゃなかったかな、確か。同じくキノコさんと一緒で、でなんかその1000円だと2ヶ月貯めると、そのお金で当時ね、ゲームボーイアドバンスっていうゲームソフトじゃねえや、ゲーム機が我々の世代主流だったんだけど、2ヶ月貯めると、あのファミコンミニっていう、ファミコンのゲームをゲームボーイアドバンスでできるっていう安いゲームが売ってて、それをこう2ヶ月に一遍買ってた気がする。なんか本当に田舎で遊ぶとこがなかったから、なんか別にそんな遊びに行ったりとかもなかったから、そういうお金の使い方してたような記憶があるな。ただお年玉はもらってた。毎年まあ 2,3 万ぐらいかな。でゲームソフトを1本買って、残りは貯金で、その貯金した分はあの大学入学の時に全部もらった。これ貯めてた分だよって。大した額になってなかったけどね。多分15万ぐらいっていう。で、あとそうだな、漫画もコミックスをよく買ってたな。いちご 100% はね、それでお小遣いでちまちま買ってたな。で、確か中1 1500円、中2 2000円、中3 3000円でお小遣いもらってたような気がする。で、中学の時は中1中2はゲームセンターでほぼ全て使ってて中3になるとゲームソフトに全部つぎ込んでた気がする。もうゲームばっかしてたな、中学生の時はな。そうね。で、高校入って5000円で、高校ずっと5000円で、でも足りなかったな。高校はあのね、ちょっと遠い高校に通ってたんで、なんだかんだお金かかることも多くて、なんか足りなかったね。まあ、そんな感じだったな。なんか1万円もらってる同級生とかいて、めっちゃ羨ましかったもんな。全然高校の近所に住んでるのに1万円とかもらってて、羨ましかったな。いや、でもお小遣いエピソードっつってもなんか面白い話ねえな。なんか、あの不良とかもあんまりいなかったから、カツアゲ食らったとかもないし、結構平和だったんですよね。まあ、ただ今思えば、まあちょっとバイトしとけよかったな、高校の時にって。単発のものでもいいから、なんかやっとけよかったなってのはね、思うかな。はい、そんな感じっすかね。いい頃合いかな。はい、眠れラジオこれぐらいにしときましょうか。これでも眠れないよっちゅう方はね、シャッフル睡眠の動画あります、聞いてください。ライブ配信とかもたまにやってます。その他にもね、まあもう一本うちの動画楽しんでいただくとかね、まあもろもろあるかなと思いますんで、まあ、引き続きね、うちのチャンネルで楽しんでいただければなと思います。はい、あとヒーリング音楽はこの後も続きますので、このまま寝落ちという形でも大丈夫かなと思います。はい、それではね、今まで聞いていただきありがとうございました。お相手はガスケツでした。おやすみなさい。